あら、またリモコンの位置ずれてる。あなた、ちょっとまた手伝って。あ、停電？暗いけど気になるから、そのままやるわよ。あ、着いた。夜間訓練練習。バレーボールではありません。高知県特産文旦を迷彩服を着たバレーボール芸人里百合と喫食。ただいま私の命にて里百合が文旦を剥いております。この綺麗なボールさばき、いや文旦さばき、出来上がったのは大花椒。見てください、フレッシュジューシーな果実。焦らず急いで剥いて、焦らず急いで喫食。よし、食べ終わった文旦はこうやって新聞紙で包んで230弾薬。よし、射撃を置いて、こうして120ミリ迫撃砲 RT の射撃容量で捨てましょう。